ナイーブのロゴマークナイーブはフランスのインディペンデント系レコードレーベル。クラシック音楽、ジャズ、ポピュラー音楽、シャンソンなど幅広いジャンルの音源をリリースしている。1997年にパトリック・ゼルニックらによって設立された。1997年に元フランスバージンのパトリック・ゼルニックが中心となり、ゼルニックやエリック・トンクオンらによって設立された。 ゼルニックはまた、フランスインデペンデントレコード制作者連盟の代表も務めている。ナイーブはまた、フランスのアンブロワジー、オービディ、オーパス111、モンターニュ、ラボリといったレーベルを買収し、コレーベル化している。そのため、それぞれのレーベルが力を注いでいたジャンルのラインナップをナイーブが引き継いでいることもある。2009年には、 ナクソスが提供する音楽配信サイト、ナクソスミュージックライブラリーに参加。待望。ナイーブか6レーベルが新規参加。NML 新着情報、カーラフツ大統領夫人の新アルバム国内売り上げ、8万枚に訂正。ありがとうございます。